気ド類元素または、レアアースは、31鉱種ある、レアメタルの中の1鉱種で、スカンジウム 21SC、イットリウム 39Y の2元素と、ランタン57ラからアルテチウム71ルーまでの15元素の、計17元素の総称である。周期表の位置では、第3族のうちやクチノイドを除く、第4周期から第6周期までの元素を包含する。なお、キド類 気度と略しており、かつて気度類、気度とも書き、それらは英語名の直訳であり、比較的稀な鉱物から得られた、酸化物から分離されたことに由来している。気度類元素は、科学的性質が互いによく似ている。性質を若干ことにするスカンジウム及び天然に、存在しないプロメチウム以外の元素は、ゼノタイムやイオン吸着鉱などの、同じ鉱石中に、愛ともなって算出し、 単体として分離することが難しい。そのため、混合物であるミッシュメタルとして利用されることも多い。稀の名がつくものの、金や銀などの貴金属に比べて近くに存在する。割合は高く、特にセリウム58チェは銅に匹敵するほどの量が存在する。しかし、単独の元素を分離生成することが難しく、流通価格が貴金属並みに高価となることがある。 この意味で2012年現在でも希少な元素であり、レアメタルに分類される。アメリカ地質調査所によれば、レアアースの世界の埋蔵量はおよそ9、900万トンであり、全世界の年間消費量約15万トンから、比較すれば、資源の枯渇はあまり危惧されていない。温泉にも、微量のレアアースが含まれているものがある。共産性の玉川温泉からは、 ジスプロシウムやユーロピウムなど14種類のレアアースが含まれていることが確認されている。気度類元素のウチスカンジウムとイットリウム以外の15元素はランタノイドである。ランタノイドの中で GD よりも原子量が小さい元素を軽気度類元素、重い元素を重気度類元素と呼ぶ。また、中間のものを中気度類と呼ぶこともある。元素ごとに分離されたものを分離気道。 分離されていないものを混合気度と呼ぶ。気度類元素を含む材料は以下の二つに分けて考えられる。発光材料、磁性体など触媒、固体電解質、酸化物高温超電動体、水素急増合金、発光材料の母結晶など、レアアースは蓄電池や発光ダイオード、磁石などのエレクトロニクス製品の性能向上に必要不可欠な材料である。気度類元素、 特にランタノイドは電子配置が通常の元素とは異なるために物理的に得意な性質を示す。水素急増合金、二次電池原料、光学ガラス、強力な気度類磁石、蛍光体、研磨剤などの材料となる。マグネシウム合金に微量添加することで機械的特性を向上する。世界のレアアース産出量1950年から2000年。 エアアースの地上の産地は偏在しているが、2009年時点ではコストの問題から埋蔵量における割合が3割の中国が世界の産出量の97%以上を締め独占的な地位を確保していた。その後は中国以外からの調達が進んでいる。2013年3月海洋研究開発機構と東京大学の研究チームは 南鳥島沖の水深5800メートルの海底の堆積物を分析したところ、高濃度でレアアースが含まれる堆積物を発見。日本のマンガン鉱床に花工岩を上回る割合で気土類元素が乱有されていることが判明した。また、火力発電所等の囚人機で回収される石炭や石油の灰にも含まれているため、今後の利用促進が予測される。また、 海底のマンガン段階やコバルトクラスと熱水交渉等の海洋資源も供給源として検討されている。米国ではカリフォルニアの交渉で気土類元素採掘が再開される見込みがある。2018年4月、早稲田大学の高谷雄太郎講師と東京大学の加藤康博教授らの研究チームは日本の最東端にある南鳥島周辺の海底下にある。 レアアースの資源量が世界の消費量の数百年分に相当する1600万トン超に達することを明らかにした。研究チームは南鳥島の南方にある約2500平方キロメートルの海域で海底のサンプルを25カ所で採集し、レアアースの濃度を分析した。その結果、ハイブリッド車などの強力な磁石に使うジスプロシウムは世界需要の730年分。 レーザーなどに使うイットリウムは780年分に相当した。研究チームはまた、レアアースを効率的に回収する技術も確立した。レアアースを高い濃度で含む生物の葉や骨を構成するリン酸カルシウムに着目。遠心力を使って分離したところ、濃度は2.6倍に高められた。これは、中国の陸上にある交渉の20倍に相当する濃度だ。 ジスプロシウムやテルビウムの重機土類は中国南部のイオン吸着型鉱床と呼ばれる特殊な風化鉱床でしか生産されていなかった。今後、需要が増加するとみられるハイブリッドカーや電気自動車用の高出力モーターの磁石にジスプロシウムとテルビウムを添加することで保持力が高まるため重機土類の不足が懸念されていた。しかし2012年11月に カザフスタンの重器土類の生成施設が解消したことで、初の中国以外の重器土類生産場となった。レアアース貿易摩擦も、参照世界最大の機土類埋蔵量を持つ、内モンゴルのバヤン王ボ鉄鉱山中国の塔、昌平は1992年の南巡講話で、中東には石油があるが、中国にはレアアースがある。中国はレアアースで優位性を発揮できるだろうと述べ、 当時世界の埋蔵量の85%も中国に存在したとされるレアアースの戦略的価値を重視する路線を決定づけた。1980年代から中国気土類科学の父と呼ばれるジョミツノリの貢献や政府の863計画によって気土類の研究開発が推し進められ中国はレアアース関連で他国を合わせた数の2倍もの特許を取得した。 貴重な外価格特源として、木道類鉱山の採掘にも力を注ぎ、木道類市場は供給過剰に伴う価格下落によって、コスト面で採算が釣り合わなくなった中国以外の国の木道類鉱山は次々と閉山し、2010年代に入る頃には中国は産地として世界の97%も供給する独占的な地位を手に入れることになった。その他特にテルビウムや、 ディスプロシウムなどの重機土類の生産は中国一国に限られることになった。これにより2000年代後半のレアアースの産出量の95%以上は中国のバイアンオボー交渉とイオン吸着型交渉により偏在するようになり政治的リスクを負うようになっていた。ここまで生産が中国に集中することになった原因の一つはその生産コストの低さもある。これは 単純に賃金水準が安いということもあるが、レアアース港の特性上、中国以外では管理コストが高騰してしまうという事情がある。レアアースには放射能物質のトリウムが含まれているため、その取扱いや後処理に多額のコストがかかるのである。この点中国は労働者の保護や後処理を他国ほど厳密に行わないため、低コストで生産することができる。中国政府は、 2006年に国土資源部が軌道類を対象とした資源保護計画を発表し、2010年7月に商務部が輸出枠大幅削減方針を発表するなど、レアアースの資源保護政策に転換した。これは先進各国が自国の埋蔵量を温存したまま中国のレアアースを安く買っていることの中国側の対応と見られている。 これに伴い気度類の価格が急激に上昇した。例えば、ジスプロシウムの価格は2005年には1ラムあたり50ドル程度であったが、2010年初頭には1ラムあたり160ドル、2010年6月末時点で400ドルに高騰した。民生用から軍事用の製品にまで幅広く利用されるレアアースを中国に頼るチャイナリスクは、 2010年9月に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件後に資源ナショナリズムに基づいて中国政府がレアアースの日本への通関を意図的に遅滞させることでレアアースの事実上の対日金融措置に踏み切ったことで顕在化した。これを契機に特にレアアースの工業的寄与が大きい日本ではレアアースの対中依存に対する危機感が高まり 官民を挙げて、元素戦略と銘打った対応が図られている。例えば政府系機関や民間企業は、レアアースを使用しないか削減してもレアアースを使用する製品と同等の性能が発揮できる、製品の開発や、レアアースのリサイクル技術の開発を加速させ、レアアースの備蓄を増進し、必要なレアアースについては、中国以外からの分散調達を加速させた。この結果、 2012年上半期には早くも日本の大中レアアース依存度が50%以下となり中国のレアアースの輸出量と輸出価格が急落した。価格はピーク時の1、5に下がった。日本はインドの氷差、ベトナム北部のカーボナタイト、カザフスタンのウランコーショーオーストラリアのカーボナタイトなど大体地の権益の確保を始めた。 また EEZ 内の海底鉱物資源の探査も加速しており2012年6月28日に東京大学のグループが南鳥島付近の海底5600メートルで日本で消費する約230年分に相当するジスプロシウムがあると推定されると発表したこと今後は掘削技術を提供している三井海洋開発と共同で 新海底からの泥の回収技術の開発を目指すことを発表した。また、アメリカとの共同調査では、インド用の海底に高濃度のレアアースを含む泥が発見され、陸地では偏在しているものが海底では、後半に存在する可能性が示唆されたが、高深度のものは商業採掘が困難であるという問題もあった。しかし、財務省貿易統計によると、 HS コード2805.30と28.46をレアアースとした場合、2014年の通年ベースで日本はレアアースの輸入の6割を中国に依存している。代替供給先を確保できたのは主に軽気土類であり、希少価値の高い重気土類は中国南部に広く分布するイオン吸着型鉱床と呼ばれる風化化鉱岩に依存している。 重機土類は2013年の時点の三菱 UFJ リサーチコンサルティングの推計によると商業生産の95%以上を中国が行っており当然輸入も中国に依存しているまた軽機土類の採掘する鉱山から主に出てくるのは使用量の激減したセリウムであり採算を維持するためには同時に採掘するネオジムやランタンの価格を上げるか 採掘量全体を削減する必要がある。また、日本企業は中国に工場を置くことで、対中輸入を減らしていた。日米王からの提訴を受けて、世界貿易機関が協定違反と断じたことにより、2015年に中国はレアアースとタングステンとモリブデンに付加している輸出税と輸出数量制限を廃止した。2016年2月に、 アメリカの政府監査員は、アメリカ国内のレアアースのサプライチェーン再構築に15年を要するとしており、中国を除くレアアース交渉は、すべてレアアース関連の特許を保有する中国で加工しているために、中国が禁輸すればほぼすべてのコンピュータ、スマートフォン、自動車、航空機などのラインやなトの兵器システムに影響を与えるとされる。 2015年にレアアースのアメリカ最大手モリコープが破綻しており中国に越される1980年代まで世界最大のレアアース生産量を誇っていたアメリカ唯一のレアアース鉱山マウンテンパス鉱山は2017年に米投資ファンドと中国の清和資源による米中企業連合に買収されている2018年からの米中貿易戦争では同年7月に アメリカが関税リストの草案に中国のレアアースを盛り込んで注目されたが、同年9月の関税発動の際には対象から外した。同年8月に成立した2019年度国防権限法で米国防総省がロシア、中国、北朝鮮、イランといったアメリカと対立する国からレアアースを購入することを禁止し、同年10月には米国防総省は 米国の軍需産業が中国のレアアースに依存しているチャイナリスクに警鐘を鳴らした。2019年5月に米中の貿易摩擦の激化で中国からのほぼ全輸入品が関税対象にリストアップされた際も中国は世界生産量の7割以上を支配して米国が8割以上も中国に依存していることから外され、これに対して 中国の国家発展改革委員会が米軍受産業を標的にしたレアアースの輸出規制を示唆したことを受け戦闘機やミサイルなどの軍用品まで使われているレアアースの対中依存を国内生産で軽減すべきとして米国防総省は連邦政府に資金拠出を要請し米軍はマンハッタン計画以来のレアアース生産への投資を計画することとなったありがとうございます